皆さん大変お疲れ様でした。3時からの開始の予定なんですけれども、おそらくもうみんな集まってここにいらっしゃると思いますので、ちょっと早いですけれども始めさせていただければと思いますが、大丈夫でしょうか。周りを見渡してまだ人来てないとかっていう方とかいらっしゃいませんか。はい、はい、ではただいまより第12回の この横須賀火力発電所 の裁判強制訴訟の、期日報告会を始めたいと思います。私は進行をします、キコネットワークの桃井です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、3回目の原告尋問がありまして、橋本薫さんが裁判所の方に出てお話をしていただいておりますので、橋本さんのお話をもう一度こちらの前に来てしていただくことになっていますが、今日の報告会の様子は、YouTube の方でアップして、後ほど皆さんに見ていただけるようにしたいと思いますので、ご了承ください。それから一番最初に裁判全体のことを概要を説明していただきたいと思いますが、小島弁護団長の方からお願いしたいと思います。それではまず小島先生、よろしくお願いします。弁護団の小島です。今日は皆さんご苦労様です。この事件もですね、いよいよ大詰めを迎えまして、本日の原告尋問で、こういう人の話を聞くというのは最後です。次回の期日で双方が主張立証を全部終わりにして、その期日で、審理としては終了。それから数ヶ月後に判決が言い渡しされるという形になります。この次の6月6日に判決が出るわけではありません。6月6日は審理を終わるという事実です。ですから5月31日までに双方言いたいことがあれば全部言えということになってまして、この間3回の期日で4名の方に尋問していただいた内容をまとめたり、その他向こうの反論の方でこちらの方で検討しなきゃいけないことをまとめたりというようなことを次回までにしてですね、もうこれで全て言いたいことは言ったから、あとは裁判所きちんと判断してくれということになるというのが次回の予定です。この間3回尋問やりまして、鈴木さんからはリプレイスアセスメントということがおかしい、さらには天然ガスというもう少し被害の少ないものがあるのに、なんでそれと企画検討しないんだと、それもおかしいじゃないかというようなことをやり、竹本さんからはですね、いかに世界の海が深刻な状態にあるかという話が出て、前回の小松原さんからは横須賀の周辺が今どのように深刻な状態になっているかと、大変衝撃的でしたね。10数年前、15年ぐらい前だったら3400万ぐらいの売り上げがあったのが、今や700万ぐらいまで下がってきていると、高価な魚がどんどん取れなくなっているということで、もう大変深刻な状態です。15年前でももうすでにかなり深刻な影響を受けていたと思うんですけれども、それからさらにこの15年間がより深刻な影響が出ていったということですね。だから今日本の、それで今日橋本さんの話の中にもありましたように、この10年ぐらいの間になって、極めて怖いという感じるような状態がいろいろ生まれてきているということです。裁判所においてはですね、こういうようなみんなの訴えをよく聞いていただいて、こういう中で石炭火力発電所を操業させて、みんなの被害をより拡大させるような方向にしていいのかどうかということを問うていきたいというふうに思います。最近ですね、日本弁護士連合会に出している機関誌っていうのが毎月出てるんですが、自由と正義という名前の、それに世界の気候訴訟の今日っていう文章を出させていただきました。もう
ヨーロッパにしてもアメリカにしても南アフリカにしてもですね、裁判所が非常に積極的に役割を果たしている。そういう中で日本の裁判所はどうするのかということが今問われているところだと思いますので、そういうことを裁判所に向かってやっぱ問うていきたいと。裁判所としての姿勢が世界から注目を浴びている。その中でどうするんだというふうに話をしていきたいというふうに思います。あと1回ですので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは今日の問題に入ります、橋本薫さんと、担当しました佐岡弁護士とで、今日の尋問の内容についてお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあそこに立ってください。はい、皆様、今日もありがとうございます。橋本さん、お疲れ様でした。まあ、やっぱり緊張いたしますか？もちろんです。昨日、昨夜はよく休まれましたか？よくは休めますけどね。今日はよく帰ると思われると思いますが。はい、今日はね、はい、誰でも緊張するものであります。こういうところが好きですっていう人はいらっしゃいませんでも横須賀の町全体に共通する大きな問題を彼女のお住まいの状況からお話しいただいたのではないかと思います。それで一旦お仕事にも疲れて、そして本当に空を飛んでスワレスをやっておられたんです。クシッとした方だなと思ったら、やっぱりそういうお仕事をやってこられたんだなとお聞きして、なるほどと思ったんですけども、でそれからしばらくしてまた戻ってこられた。ふるさとってやっぱりいいところなんですか？そうですね、本当は何もなければ気候的にはやはり気候的にはやはり横須賀はやっぱり海が近いから空気が綺麗だということと、やはり夏はまあ涼しく、まあ、最近は暑いですけど、まあ、冬は暖かくという意味では暮らしやすいと思います。だから1990年に戻ってこられたんですが、その頃の横須賀はそうだったということだと思うんですね。まあ、日本全体、世界全体にいても地球温暖化の議論はあったんですよ。92年に地球サミットの議論はあったんですが、暑くてたまんないってことをみんなが感じるところまではいかない。科学者がいずれ暑くてたまらなくなりますよ、広くなりますよと警告はしていたんですけど、そこまでは多分なかった。まあ、それで帰ってこられたということでした。はい、で特に今日お話しいただいたのは、暑くなったっていうことと雨の降り方、台風が凄まじくなったということでしたが、やっぱ暑さも厳しくなりましたか？はい、夏の平均気温っていうのが、私が子供の頃、まあ、生まれたちもここで生まれてますので、子供の頃は30度を超えるなんてことはめったになかったと思うんですね。夏が暑くても27度か8度っていう感じだったのが、何年か前も30度超えなんか当たり前っていうようになったぐらいから、本当にこう暑いっていう感じになってますね。はい、で大体暑さで、まあ、熱中病、今何て言うんですか、熱中症ですか、熱中症で死ぬという方が出始めたの、まあ、数年前ぐらいからでしょうか。あの頃からだんだん非常に暑くなってるというのは感じますね。はい、もう2012年にもなっちゃったんですが、本当に早いんですけど、まあ、この10年ぐらい前ですね、2015年にパリ協定ができたんです。これはやっぱり世界中は暑くてたまんないと、もうこれはひどいと、災害がひどいというのがあったから、まあ、パリ協定に至ったので、やっぱりその前少しから本当に誰にでも暑くてたまんないと思うような、まあ、それが、今のお話のように海に面して、まあ、本来は涼やかな夏が過ごせたかもしれない横須賀でも暑くてたまんなくなったと、はい、そういうことなんですね。まあ、そのことにも加えて、やっぱり一番怖いのは何ですか？この気候が変わったということで、
橋本さんにとっての一番恐怖を覚えていることはどんなことでしたか？豪雨ですかね、集中豪雨、それによって、山を背負っているところはもう山崩れ、土砂崩れということがすごく怖いですね、で今日はその雨の音が怖いということを、強調されたんですが、どんな感じだったんですか？そうですね、私の家は比較的1階も天井を高くしてて、で2階があって屋根裏部屋もある、屋根裏もあるんですね。ですから私がいる下の部屋からすると屋根まで結構距離があるんですけれども、それがその数年前部屋にいた時に聞いたことがないようなそのすっごい雨音、粒の大きさも、やっぱり量が圧倒的に多いからでしょうね。でっていう感じで、こんなの続いてるなんか穴が開くんじゃないかっていうような感じするほど、やっぱり雨量の異常さですかね、それがすごく怖かったですね。それが音としてもものすごく音がしましたし、雨の音、雨の量、粒の大きさ、なんか全てがこう迫力があるという感じなんですね。はい、今後多分どの地域でも感じていることなのではないでしょうかね。とすると橋本さんとかは確かにすぐ裏2メートルぐらいこう裏にお庭があって、その奥はこう山がこう寄っていると。で角度で言うと、ちょっと地震転生したっていう70度とか80度とか、これはねご実家の方は確かにね本当にそれくらいになってるんですけど、彼女の方は50度から60度ぐらいのこう傾斜地なんですけど、それでも当初はそれくらい傾斜だから大丈夫かなと思ったということですかね。別に普通の台風が来るくらいでは別に全然そんなに急でもありませんしね、だけどもその雨で山に降り注いだらもう何て言うんでしょうね、地盤そのまま緩んでくるので、これはっていう感じですね、やっぱり雨の量による、ということで今までよりもその恐怖心も高まったと。で、今回行政の方も危険度を見直すという調査をされて、少しランクが上がったというか危険度が増したということになったようですね。はい、でよく見ますとね、急傾斜地でって言ってしてるのは30度を超えたら急傾斜地らしいです。だからやっぱり崩れやすいって言ったらそれくらいでも危ないですよということのようですね。でも小さい頃に一度経験されてから今まで何十年の間、そういうことはこの最近の大雨のことを除くまではそれほどでは危険を感じるということではなかったということですか？ほとんどなかったですね、そういうことは。はい、で実際事故もなかったし、はい、でいろいろな事故が身近で起こりだしたのもこの数年のことということになるんですか？はいはい、そうですね、そういう危険が見て分かるとか、こう例の五感で自ら感じて分かるという時は、昔科学者たちはその時は遅いんですよって、ある意味で警告をしていたわけ。そうなる前に対策を取りましょうということだったんですが、今本当に感じられるところまで来てしまったということ、今日よくお話しくださったんですけど、本当に最後に言いたかったことを、裁判所で言ったことをもう一度皆さんにお話をしておいてください。もう段階止めなきゃいけないということに関連して。そうですね、もう皆さんもご存じのようにも世界的にさすがにも石炭火力はみんな撤退してるわけですよね。二酸化炭素の、温度を上げるということで二酸化炭素の、それにもかかわらず日本の国の政策としてそれをやめないどころか、それを具体化としてどんどんその新設を増設をするということを恥ずかしげもなくやるという。でその2年ほど前は小泉環境大臣という地元から出て災害環境大臣になったんだから、そこで少しはまともなことを言ってほしいという、それは無駄な期待と思いつつも、そういうことも思いましたけど、全く環境大臣の任についてすら
ジルのことを全く問題ないというというお墨付きを与えるようなことをやったわけですよね。で、まあ、とにかく日々目の前でこう着々とあの長い足のクレーンが伸びてこう建設が進んでいくのを目の当たりにするわけですけれども、それでさっきも言いましたが、もう間もなくまた夏が来て、またその台風が来て、また豪雨が来るだろうという中で、あの別に突破したことを望むわけじゃなくて、まあ、普通にね、やっぱりこう穏やかに暮らしたいというだけのことなんだけど、それが許されないというか、それどころかもう本当に大事になれば、あの命も失うというようなことが現に迫ってきているということで、まあ、私の場合はそういう山崩れとかそういうことですけど、それぞれ皆さんが感じる危険が あるわけで、あのとにかくもう温暖化を止めない限り、あの幸せには生きていけないといいますかね、安心して生きていけないっていうことを皆さんがいろんな形でこう感じてあのいらっしゃると思うので、何としてもその次の火力発電所の建設を中心にあの追い込まなきゃいけないというふうにあの改めてあの思っております。本当にあのウクライナというの戦争ですけど、あれはもう明日にでも今日にでも止めないと生きていけません、ね、でも温暖化もあの今止めないと、今止める行動をしないと本当にずっとずっと多くの人が大変なことになりますということで、今日は橋本さんに温暖化を止めなきゃいけない、しか的にまだたくさんあの高い低いに魚をたくさん排出するっていうことをもうやっぱり自分のためにも誰のためにもやめないといけないというあの必要性をよくお話しいただいたと思います。はい、お加減がまだ十分ではないところに、はい、あの頑張ってくださいましてありがとうございました。どうもありがとうございました。橋本さん、浅岡代表ありがとうございました。はい、それではあのこれで終わらせていただきたいと思いますが、あ、何かご質問とかあのいらっしゃる方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、あ、はい、大丈夫です。質問じゃないんですけど、あ、はい、宮城と申しますけど、あの東京新聞に以前一度パウラのところであの道路を作ってて土砂崩れで大きいことを持ってた時期があるんですよね。だからあのいわゆる山川を無理やり削って、で下のあの巨大屋さんと果物屋さんに皆の土砂が落ちてきて、投げたことになったっていうのが載ってますんで、まあ、あのどこでもそういうようなことがあるんだろう。で、大きく動かれたね、そういう時期で。はい、ありがとうございました。あの今日の橋本さんの尋問の時にも逗子の高速がずっと不通になるような土砂崩れがあったりとか、あの、まあ、長野の洪水の話なども例に挙げていただいていますけれども、もう本当に あちこちでそういう土砂崩れがあったりとか、まあ、集中豪雨で洪水になったりとかという事例が次々に出てきているような状況で、まあ、その度に大きな被害が出てきているわけです。ですので今日の橋本さんのお話ももう本当に切実さを人事ではなく皆さんご自身、私自身もそうですけれども、自分事として考えて共感するところが多かったのではないかなと思います。まあ、これをまたみんなの力に変えて、次のステップに進んでいけたらというふうに思っています。橋本さん、どうも本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。で今日はこれで終わりますけれども、今月、4月の24日の日曜日に、横須賀気候マーチということで、もう裁判も終盤にかかるということなので、まあ、この原告の人たちだけではなくて、やはりこの同じように、この気候変動を止めたい、そして横須賀火力を止めていきたいっていう思いを、多くの人たちと行動に結びつけていけたらと思って、おります。今実行委員会で何人もの方たちが
準備をしてくださっていると聞いていますので、こちらの方どうぞ多くの方にご参加いただければと思います。4月の24日13時に、塩入のベルニー公園での集合になっております。市役所の方までマーチをしておくというような予定で進めたいと思いますのでご参加ください。そして先ほど小島先生からもお話ありました通り、6月の6日の日に10時半から最後の裁判が行われるということになっていますので、こちらの方も最後ですのでしっかりと多くの人たちと共に見守っていきたいと思っていますので、ぜひご予定いただければと思います。ではこれで報告会の方も終了させていただきます。今日はどうもありがとうございました。